ヤンタルヌイの紋章、ヤンタルヌイは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州西部にある、都市型集落。1945年以前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語で、パルムニッケンといった、琥珀の産地として知られる。ヤンタルヌイサンビア半島の先端近くにある、バルト海に面した町で、州都カリーニングラードの40キロメートル北西にある。近くの町は、 北にあるドンスコへ及び南にあるプリモルスク。人口は2004年で5400人ほど。2002年国勢調査で5455人。1989年ソ連国勢調査では4948人。1939年の人口は3079人であった。ヤンタルヌイの古博博物館パルム日券でのスタンティエムウント。 ベッカー社による琥珀生産ヤンタルヌイに残るアンナ鉱山の跡地かつての露天掘り鉱山の跡は池になっている。奥はバルト海ヤンタルヌイは1234年プルーセン人の集落の場所にドイツ騎士団が新たに建てた集落が元になっている。ドイツ騎士団はこの集落にパルブ日ンと名付けたが後にパルム日ンへと変化した。 1525年にはドイツ騎士団国の世俗化に伴いプロシア綱領の一部となった。パルムニッケンは30年戦争では6年間にわたりスウェーデン軍の占領下にあった。また7年戦争では1758年から1762年までロシア軍の占領を受けている。1818 18年の地方行政改革でパルムニッケンは フィッシュハウゼン軍の一部となった。1827年にはパルム日券で琥珀産出の産業化が始まった。20世紀初頭には海辺のスパリゾートとしても開発された。1939年には人口は3079人を数えている。第二次世界大戦の末期、赤軍の東プロイセン構成によって、1945年4月、 上旬にパルムニッケンは赤軍に占領された。大戦末期の1945年1月、赤軍の接近により、シュトットホーフ強制収容所の東プロイセンにあった秘書は閉鎖され、その収容者がケーニヒスベルクを経て、海辺のパルムニッケンへ移送された。1万3000人いた収容者は、パルムニッケンへの過酷な行進で3000人にまで減っていた。 彼らは、琥珀採掘用トンネルに収容される予定だったが、琥珀鉱山の所有者の反対によりこの計画は、頓挫した。収容者たちを管理する、新衛隊は、1月31日の夜に、彼らをパルム日券の海岸に連れ出し、ライフルで脅しながら、バルト海に向かって行進させた。多くが溺死し、15人だけが生き残っている。東プロイセンの北部は、 ソビエト連邦に活上され、ドイツ人住民は追放され、西ドイツへ逃れた。代わりに、ロシア人をはじめベラルーシ人、ウクライナ人、タタール人などが転入してきた。パルム日権はロシア語で琥珀を意味するヤンタルにちなんで、ヤンタルヌイと解明された。ドイツ騎士団の時代以前から、サンビア半島のバルト海岸では、琥珀の採集が行われていた。ドイツ団は、 琥珀交易を独占し、プロシアの富の源泉となった。16世紀には、海岸沿いで集められた琥珀は、パルムニッケンに集められ、ここで選別された後、さらなる加工のために、ケーニヒスベルクへと送られていった。1818 18年以降、琥珀の最終権は、賃貸借された。1858年には、シュタンティ t ウンとベッカー社が設立された。同社は、 世界初の琥珀の露天掘り鉱山を開発したが、琥珀採掘の大部分は地下に鉱道を掘る方式で行われた。主な鉱山にはアンナとヘンリエッテがあった。当初、これら鉱山は年間に50トンの琥珀を算出したが、1937年の時点では、鉱山は国営の工業企業、プロイセン鉱山精錬株式会社により運営され、700人の 労働者を雇用して年間650トンを産出するようになっていた。ソ連時代、この地ではルースキー・アンタル社が生産を続け年間600トンの琥珀を採掘していた。しかし2002年、資源保護や環境保護の観点からロシア連邦政府の当局が採掘を中止させている。その数年後、古い露天掘り鉱山の近くに新しい露天掘り鉱山、 グリモルスコエが作られ、2008年には年間500トンの琥珀を生産している。ありがとうございます。